マルク・ジョゼフ・マリオン・デュ・フレーヌは18世紀のフランス海軍軍人探検家ブルターニュ地方のサンマロに生まれる。若くして海軍に入りオーストリア継承戦争などに従軍、後にフランス東インド会社に所属しフランス島に移り住んだインド洋の貿易で財産を築いたマリオンは1768年にセーシェル諸島の探検調査を行っている。さらに 南方の未探索の海域で当時存在が想定されていた未知の南方大陸を発見したいと望んでいた。マリオンは世界就航を行った探検家ブーガンビルがフランスに連れてきた多チ島民アオトゥールーを故郷に送り届け、その途中で南方海域の探索を行うという航海を提案した。マリオン自身も出資するこの計画はモーリシャスの総督に認められ、 彼を補佐する士官と二隻の船、マスカリン号及びマルキドカストリー号が用意される、運びとなった。1771年10月18日に、フランス島を出港したが、その時すでに天然島にかかっていたアオトゥールは、マダガスカル沖を航海中に死亡した。航海の主目的はここで失われたが、探検のために航海は続けられることになり、二隻の船は希望ミネを経由して、 進路を南にとった。1772年1月13日、プリンスウェイ・エドワード諸島に到達し、大きい方の島には希望の土地の名が与えられた。ここから、同移動東に向かった探検隊は1月24日、新たにクローゼー諸島を発見、オーストラリアの南を通ってさらに東へ航海し、タスマニアに立ち寄った後、 1772年3月25日、ニュージーランド北島に到着。これは、ヨーロッパ人としては、タスマン、クック、シュルビルに続く4度目のニュージーランド来航となった5月、アイランズ湾に停泊。現地のマオリ族は、タヒチの語彙がある程度通じ、取引を行って友好的な関係を持てたため、船の乗組員は、警戒を緩め、解決病患者を西洋のため上陸させ、 水と食料を調達し船の修理に取り掛かった。だが、やがて、フランス人たちは知らずに、マオリの近畿を犯してしまう。6月12日に上陸したマリオンを含む一行は、夜になっても船に戻らなかった。その翌日陸地に送られたボートの乗員が一人を、除いて全員殺害されたことで、 初めてマオリの敵隊を知った副官のクローゼーは生存者を捜索し収容するために武装した一体を上陸させるが集結してきたマオリ族との戦いになりマオリの側に多くの死傷者が出た。マオリの集落に入ったフランス人たちはマリオンらの遺体の一部とその着衣を見つけ報復としてその集落を焼き払った。マリオン亡き後の指揮はマルキド・カストリー号の官庁流。 クレムールに引き継がれ、探検隊はフィリピンを経由して、フランス島に帰還した。1766年、マリオンはセイシェルからモーリシャスに、セイシェル諸島固有のアルダブラゾウガメを持ち込み、その個体は、島の要塞で、ペットとして、兵士たちに愛玩されるようになった。このゾウガメのその後については、複数の異なる文献が残っており、 152年の飼育の後に1918年に死亡したマリオンのゾウガメと呼ばれる個体の記録と本種の亜種であるセーシェルゾウガメのメスの個体マリオンが前述のマリオンのゾウガメと同様の経緯でモーリシャスに持ち込まれ1918年に砲台からの転落事故で死亡した記録が残っているこちらのマリオンは捕獲当時30から5また 自らの死が1790年代後半に絶滅して以降120年余りを地球上最後の個体として生き延びた逸話と共に語られることでも知られている。安川17から21ページ AB120 年の孤独ありがとうございます。